いを経て、五、北条の協力を得た討伐軍。これにより戦力が大きく増すとともに、この時代でしかし全ての勢力が味方に回ったわけではない。半兵衛らのもとに再び織田軍の情報がもたらされる。本能寺にその中には魔王織田信長の姿があり、さらに戦界の猛将復激戦を予感させる夫人。出撃の名乗りを上げたのは北条氏康。魔王織田信長、戦界の猛将。この戦いなかなか厳しいものになりそうですね。時間を超えてきた奴らはここまで戦いっぱなしだったろうからな。ここは俺らが一肌脱ぐとするか。しゃあ、魔王と仙人が相手ならそこはねえ。熱い戦いを楽しもうぜ。お前になら安心して背中。ここまで兵を集めて狐狩りの支度か。焦ねえよ、こっちは未来を背負ってるんだな。さあ、どうも仙人も俺が相手してやるぜ。強じようぞ。あれがダッキに協力する者たちか。さて、彼らは生徒じゃ。押し込め。敵は私が投げ払った。引くしかないようだな。至極に存ずる。
取ったり。こんな場所に大量の火薬が。火がつけば凄まじい火災となりそうだ。よし、今だ。撃て。いいか。ここで鉄砲を使っては。このままでは。信長様、信長様、ご無事ですか。えい、このまま進軍を許すわけにもいかん。そろそろ頃合いじゃな。自分の目で見極めるとするか。ここまで火の手が。申し訳ございません、信長様。私はここまで。せえぞ、孫権。どこで油を売ってやがった。すまんな、宇治安。だが獲物はまだまだ残っているようだ。チャリめえだ。どこしておいたんだよ。では始めるとするか。だと獅子の狩りを。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。さすがなるご活躍。私の出る幕などありませんな。やっぱりここまで来たのね。あなたたちを駆り立てているものは何。あなたたちが見ているもの、興味あるの？我が魂、今こそ披露せん。ここまでよ。この関雲長、真の三国無双なり。俺らの真を信長に示す。やれやれ、終わったかい。よっしゃ、熱い戦いだったよな。義を貫き進むのみ。話はかぐやのジョーちゃんから聞いたな。うん、想像以上に事態が。ダッキに何か考えがあるらしいんだが。でだ、そろそろ俺ら君主同士手を結ん、何かあった時人間同士で争ってちゃ対処。よかろう。
まずは信長と討ち。けどよ、すんげえ火のつき方だったな、親父。いや、事故のようなものだが、光秀殿には無用な結果役さえなければ、光秀殿も仲間となってくれただろうに。相手が弱かった。